皆さんこんこにちは今日はですね皆さんに現場のローンチパッドの中でも非常に有名でかつこれものすごく重要なんですが高パフォーマンスをですね出しているプロジェクトをコンスタントに出し続けている シーリファイというプラットフォームを皆さんにご紹介をしていきたいと思います。で、今のこのマーケット環境を見てみると、すでにリスットされているトークンで、かつ有名な、例えばビットコインだったりイーサリアムでもなかなかパフォーマンスがですね、継続的に今上げられないような状況になっていますよね。で、まあそんな中、どういったプロジェクト、もしくはどういったトークンに投資をすれば、 リターンって得られるんだろう、もしくは得られる可能性を高められるんだろうというふうに考えたときに、まあやっぱりですね、もうすでにレスリステッドされているトークンよりも、 今後リステッドされるトークン、今後上場するトークンに対して事前に仕込んでいくことが、まあ、結構ですね、そのリターンを得る可能性、確率を高められるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その一方でなかなかそういったチャンスっていうのは我々のような、まあ、一般の投資家には回ってこないわけなんですけれども、まあ、そういったチャンスをですね、得られる仕組み、プラットフォームがこのローンチパッドという仕組みになっておりますと。で、その中でも非常に有名でかつトラックレコードがある え、プラットフォームっていうのがこのシリファイになってるんですね。で、えー、今日はですね、このシリファイがなぜそういった継続的に高パフォーマンスを出せるかっていうところに加えて、このシリファイからですね、まあ一部トークン約5000ドル分っていうのを皆さんにギブアウェイするようにいただいているので、まあ今日はそのギブアウェイの詳細っていうのも皆さんにお伝えをしていきたいと思います。 あとはですね、まあ、あの、細かな、まあ、少しこのプラットフォームの特徴なんかもありますので、その辺をご紹介させていただければと思っております。で、まずはですね、皆さんが一番気になっているポイントとして、え、この c フ f イでこれまでローンチしたトークンのパフォーマンスってどうなのっていうところが非常に気になるポイントかと思うんですが、え、こちらのスライドを見ていただければと思っております。はい。で、これがですね、過去に、え、2021年ですかね、にローンチをした、まあ、非常にま、パフォーマンスが良かったものの、 リストをこちらに掲載させていただいているんですが、ちなみにですね、合計、これまでですね、CDFI に関しては64のプロジェクトをローンチしてきております。それらのプロジェクトのですね、平均の最高、最高まで行った時の倍率なんですが、なんとですね、55倍まで平均で上がっていますと。で一番最高値を記録したプロジェクトに関しましては、 ブロックトピアというプロジェクトがありまして、これがですね、なんと700倍を超えるパフォーマンスにもなっておりました。まあ、こういった非常にですね、トラックレコードもいい、えー、プラットフォームになっているんですけれども、まあ、なんとですね、12の言語に対応していたりですとか、まあ、あとは Twitter も60万人を超えるようなフォロワーがいたりとか、あとは Telegram もあるんですけれども、20万人を超えるような テレグラムになっております。まあ、ここ最近はですね、日本のマーケティングに関しても力を入れ始めていて、概要欄の方にも記載があるんですが、日本語のテレグラムだったりとか、LINE 公式アカウントもあるので、まあ、こういったところで継続して、まあ、いろんなお得な情報だったりとか、新しく新規に IG をしますよと、まあ、そういった情報を継続してに配信をしていますので、まあ、ぜひご興味ある方はフォローしていただけるといいんじゃないかなと思っております。で、この シーディファイなんですけれども、まあ彼らもですね、トークンを上場しておりまして、S ファンドという名前になっているんですが、まあ合計ですね、13の取引所に上場しております。でまあその13の取引所なんですけれども、まあ、パンケーキスワップですとかゲート、バイビット、そしてまあホービーだったりとか、グローバルで非常に有名な取引所に上場していますので、まあ結構信頼性としても非常に高いところになっているんじゃないかと思います。で今日はですね、先ほども申し上げた通り、なぜこの シーリファイがですね、非常に高いパフォーマンスを出せるようなプロジェクトを継続的にローンチできるかっていうのは、まあ、そのカラクリみたいなものをご紹介をしていきたいのと、まあ、あとは最後にギバウェイの詳細を見ていきたいと思うんですが、まずはですね、ここ最近このシーリファイは一応コインテルアルフジャパンの方でプレスリリース打っていたので、まあ、このあたりを皆さんと一緒に見ながら まずはですね、先ほども皆さんにお伝えした通り、なぜこの CDFI が継続的にいいパフォーマンスを出せるプロジェクトをですね、排出し続けているかっていうと、彼らはですね、もともと普通の一般的なローンチパッドだったんですけれども、昨年の途中からですね、自分たちも実際に投資をして、かつこのプロジェクトを支援するっていうようなまあローンチパッドに変わっていったんですね。なので実際に自分たちが投資する中で、 このプロジェクトのトークエコノミーって、まあこういったところをもっと改善していったらいいんじゃないかなとか、まあ、あとは実際に自分たちでも投資をするので、まあいろんなですね、リーガルの観点だったりとか、あとはそのゲーム自体のクオリティが本当に高いのか、もしくはマーケットに本当に受け入れられるのかっていうところも含めて、ちゃんと精査をして、それのスクリーニングを通ったプロジェクトのみをローンチをしているプロジェクトになっております。なので、まあただですね、自分たちのローンチパッドで あの、上場したいですよっていうふうに言って、まあ、来て、それを横流しでユーザーに、ま、あの、買わせるみたいなプロジェクトとは違って、実際に自分たちも投資をしていくというところで、まあ、より審査が他の、え、ローンチパッドとは比べて、ま、かなり厳しくやってるっていうのが、ま、一つ大きくあるんじゃないかなっていうふうには思っております。あとはですね、彼らここ最近、え、ムファイだけではなくて NFT だったりとか、メタバースにもですね、非常に力を入れておりまして、 え、彼らのプラットフォームの中に、まあ、CDFI NFT スペースというものだったり、まあ、あとは CDFI ファイメタスタジオこういったものを備えていますと。で、これらどういうものかっていうと、CDFI NFT スペースに関しては、まあ、実際ですね、NFT 出したいな、どういうふうに出したらできるんだろうなっていうふうなことをですね、まあ、考えているアーティストだったりとか、いろんなプロジェクトがあると思うんですが、そういったところに対して、まあ、自分たちの持っているリソースをですね、提供して、まあ、その NFT プロジェクトはより、ま、あの、いい、 方向に向かっていくように、まあ、アドバイスをしたりですとか、もし資金が足りなければ、まあ、そういったところに対して投資をしていくみたいなこともやっているんですね。で、それに加えて、この CDFI m e メタスタジオっていうものは、まあ、そこで作り上げた高品質な NFT のプロジェクトをどういうふうにメタバースの世界、もしくはプロジェクトに対して融合していくか、適合していくか、まあ、そういったことを、まあ、アドバイスだったり投資をしていくみたいなところも備えていますと。 で、それをですね、最終的にシーリファイの IMO ですね、イニシャルメタバースオファリングというふうにここでは言っていますけれども、まあ、それを最終的にユーザーに向けて販売していくためのプラットフォームを持ち合わせ,る持ち合わせているというところで、まあ、総合的に、まあ、いわゆるそのコンサルみたいなものを、まあ、アドバイザーとしてもやっていけるようなことをプラットフォームとして持っているというのは非常に大きな強み特徴ではあるんじゃないかなというふうに思っております。 はい。で、ここまでですね、皆さんになぜ CDFI が継続的に高パフォーマンスを出せるプロジェクトを排出しているのかっていうところを理解していただけたかと思うんですが、えここからですね、皆さんにじゃあどうすればこの IGO だったりとか ICO ですよね、に参加できるのかっていうのをご紹介をしていきたいと思います。 で、簡単な3ステップなんですけれども、まず1つ目なんですが、KYC を行っていただく必要がありますと。で、これは、まあ、非常に簡単なプロセスで進むんですけれども、まあ、なぜ KYC をしなければいけないかっていうと、まあ、一部の国、例えばアメリカだったりとか中国に関しては、まあ、証券法がですね、非常に厳しいので、こういった まあの国の人々がこのプラットフォームをですね、まあ利用できないように、まあ一応,一応制御する意味合いもあって、KYC をする必要があります。で、いろんな諸々資料をですね、提出しなければいけないんですが、もちろんですね、皆さんであれば日本語の書類を提出すると思うんですけれども、日本語の書類でも全然問題ないので、まあ問題なくこの KYC のプロセスに関しては通れるかなと思います。 で、二つ目なんですけれども、この CDFI が発行するトークン、S ファンドを購入する必要があります。で、このどれぐらいこの S ファンドのトークンを購入するかによって、どういったステータスが得られるかっていうのは後ほどちょっとご紹介をしていきたいと思うんですが、3ステップ目に関しては、この買った S ファンドのトークンをステーキングする必要がありますと。でまあ、この簡単な3ステップを得ることによって、皆さんもですね、この CDFI の高パフォーマンスを継続的に出している え、IGO に参加することができますと。で、先ほどもちょっと触れたんですけれども、まあ、このトークンを買って、えー、ファーミングというか、まあ、ステーキングするわけなんですが、もうどれぐらいのボリュームをですね、ステーキングするかによって、 得られるステータスというのがあります。で、これをですね、シ c ファイではティアというふうに呼んでるんですが、ティアはですね、1から9まであるんですけれども、この1から9までのティアごとで、トークンをもらえる条件だったりとか、参加してトークンをもらえるボリュームだったりとか、まあとはですね、トークンをもらうときに参加できるラウンドが変わってくるんですね。まあ、これもっと、もうちょっと詳細ご説明していきたいと思うんですけれども、この ティア1というのはですね、250のトークンを買って、250の S ファンだとかですね、を買ってステーキングをした場合なんですけれども、このティア1というのはですね、確実にトークンをもらえるステータスというわけではなくて、抽選で当たったらもらえますよというようなステータスになっております。なので、確実にこのローンチパッド、IGO に参加をしてトークンをもらいたいよという人は、このティア2以上になる必要があるんですね。 で、この今 S ファンドに関しては、S ファンドの1トークンあたりだいたい1ドルぐらいなので、約ですね、1000S ファンドトークン買う必要がありますと、約日本円でまあ13万円ぐらいですかね、を買ってステーキングすることによって、この CD ファイで論をする、えー、ロンチパッドのプロジェクトに確実に参加をしてトークンを得ることができるわけなんですけれども、これですね、非常にあの、ものすごい 機械だなというか非常に貴重な機会だなと思うのが、え、ラウンド、ま、じゃなくてティアか、ティアの6以上になると、え、プライベートラウンドというものに参加できる仕組みになっております。これプライベートラウンドって何かっていうと、え、一般的に我々が参加するローンチパートに関しては、パブリックセールというふうに言われるものになっております。なのでこれは何かというと、上場する時の値段のトークンで買えるものを パブリックセールっていうふうに言うんですね。で、プライベートセールって、あの何かっていうと、上場する価格よりも安い価格でトークンを買えるラウンドになっております。で、ここはですね、一般的に言うと、プロの投資家だったりとか、ベンチャーキャピタルだったりとかが参加するラウンドになっているので、まあ、非常にですね、トークンも安く買える、まあ、非常にいいチャンス、かつ、当然トークンをリセットするような価格よりも安く買えるので、さらに高いリターンを上げる可能性が、 え、出てくると。で、これ、ものすごいチャンスだなと思うのが、ティア7に関しては、すいません、ティア9ですね。ティア2に関しては、シードラウンドというものに参加できる権利を得ることができます。これ、シードラウンドって何かっていうと、かなりですね、ティアの高いベンチャーキャピタルだったりとか、まあ、早いラウンドで、そのプロジェクトを発見したファンドが入ることができる、ものすごく安い価格でトークンを買える機会になってますと。 で、このティア9に関しては、約ですね、10万 S ファンドトークン買わなければいけないので、結構金額としては高いんですけれども、このティア6に関しては、1万 S ファンドトークンなので、約日本円で130万円ぐらいですかね。まあ当然安くはないんですけれども、こういった分量のですね、トークンを買って、ステーキングしておくことで、非常に高いリターンを得る可能性が得られるラウンドに、 え、参加できる。プライベートラウンドに参加できるということで、まあこういったところも非常に人気がある、まあ一つの理由になっているかなというふうには思います。でですね、この、じゃあ S パンドのトークンどこで買えるかっていうのは、ちょっと先ほども触れたんですけれども、このホームページのところで、ステーキングファーミングっていうところをクリックしていただくと、こちらに出てきます。で、すべての え、取引所をここにリスティングしているわけではないんですけれども、例えばパンケーキスワップ、クーコイン、ゲート .io、バイビット、ホービーっていうところで買えるようになっておりますと。で、先ほどもですね、ステーキングについてちょっと触れたんですが、ステーキングをですね、1週間するとまあ5%というようなリターン、利回りが得られるんですが、これなんとですね、14日間であれば11%、30日間であれば25%、60日間 ステーキングすると55%、90日間だと75%、そしてなんと180日間ですね、ステーキングすると90%の利回りが得られるような仕組みとなっております。まあ、これは長い間資金をですね、ロックしたくないよっていう方は1週間だったりとか14日間でもいいと思うんですけれども、まあ、こういったところに対して長期的に参加していきたいよっていう人は、こういったステーキングを長期でしてみるのも、まあ、一つの可能性としてはあるんじゃないかなというふうには思っております。 はい。ってことで皆さん、この CDFI の特徴をご理解いただけましたでしょうかそして、冒頭でも触れました通り、約ですね、5000ドル分のこの CDFI のトークン、エスパンドのトークンを50名の皆様に分けてプレゼントしていきたいと思います。 応募方法はですね、概要欄の方に記載がありますので、ぜひチェックしてみてください。で、このシーリファイですとか、他のローンチパッドもそうなんですけれども、まあなかなかですね、参加したりとかするのめんどくさいな、どうしようかなっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ今ですね、本当に星の数ほどプロジェクトがあって、まあ、どれがいいかわかんないっていう状況が、まあ今、プロの投資家でも続いていると思うんですよね。まあそんな中、こういった ローンチパッドを通じて、投資をしなくてもいろいろとプロジェクトを見ていく中で、こういったプロジェクトがマーケットが欲しているプロジェクトなんだなとか、あとはですね、こういったプロジェクトを通じてローンチパッドに参加していくことによって、すでに誰かが、第三者がプロジェクトもスクリーニングしてきているわけなので、その中から皆さんが好きなプロジェクトだったりとか、いいと思うプロジェクトに対して投資をできるというのが ローンチパッドの非常にいいところなんですよね。なので、まあ、ぜひですね、す、ま、べ、あ、てのディールに対して投資をしてくださいっていうつもりは全然ないですし、まあ、するべきだとも僕は思いません。なので、まあ、こういったプラットフォームを通じて、いいなと思ったものに対して投資をしていく。なので、毎回毎回ずっとこの S ファンドトークンを保有してる必要もないですし、あいいなっていうふうにもうプロジェクトがもし来たときに、 あじゃあ S ファンドのトークン買って、これをステーキングして、じゃあこの IG を参加してみようかなっていうのも、全然ありだと思うんですよね。なので、本当にこういったローンチパッドだったりを、いわゆるその自分の第三者のスクリーニングしてくれる人を雇ってるみたいなつもりで参加してみるっていうのも非常にいい使い方なんじゃないかなと思います。特に今みたいな非常にマーケットが悪い環境では、いいプロジェクトを見極めるっていうのは非常に難しいですし、 重要にもなってきますので、こういった機会を使って、ぜひ参加していただければと思っております。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。